そう、20キロ。はい。はい。7年ぐらいキープしてます。はい。はい。20キロを痩せたのは、これをやったからっていうのは、理想の未来なんで、SNS でめっちゃ受けますと。受けませんでしたけどね、僕は。その偏ってるからじゃないですか。方法が？方法が。ああ、なるほど。はい。ってことも、ダイエットは、ご飯抜くだけですもん。それしかない。それを言うから、そんなのはみんな分かってるんですよ。うん。だから、分かっててできないわけじゃないですか。だから痩せないですよ。だから受けないじゃないですかっていう話。まあ結局そうなんですけどね、はいはい、それ多分何でも同じですよ。ああはい。でもまあそれ本当それしかないんですけどね。僕、ま、キャベツと胸肉しか食べてないですよ。はい、はい、でそこのモチベーションの維持とか多分そういうコーチング的なところが多分重要なんです、ね、もうモテたいですよ。もうモテたいのが相手の気持ちじゃないですか。そのモテたい気持ちをどう、ああそこね、あ、はい、それをずっと言ってますね、確かにね。はい、はいはい。じゃあ逆に、はい、なんでモテたいと思わないんだろうって思うんですよ。そこは別に疑問に思う必要ないんですよ。そうなんだ。はい、相手の問題じゃないですか。モテたいんだったら痩せるしかないよね、ですよ。うん、モテたくないならもうじゃあモテなくていいなら別に痩せなくてもいいんじゃないの、ま、ってで話が終わっちゃうんですよね、はい、で、まあ、そういう人は終わらせとけばいいんですよ。あ、なるほど、はい、でそれでも来る人はモテたいがあるんですよ、隠してるだけで。じゃあやろうですよ。はい、はい、あ、僕の分が硬いってことですね、はい、これはあのギャップ戦略です。はい、はい、こう見えてあの文面は硬いですよっていう、はい、何のギャップなんでしょうね。分かったですよ。3日目が大事だと思ってますと。当日か次の日がいいと。あ、そうなんですね。3日目とかだと他の誰かがダメで自分に来たのかもって思うと。まあだから人にもよるって話ですね。なるほど、気づきをありがとうございます、はい、婚活ではそれですね。まあそれはあるかもしれないですね。確かにコンパとかだとある程度男を制することができるじゃないですか、はい、どういうことですか。あの子は俺が連絡するからなっていう。お前ら遊んなよって。はい、わかんないですけど。わかん、それがね、はい、そうなんですよね、はい、確かに。すいません、そう言われるとそうですね。財布云々は言われて持ってきてないと思われると思いそうかなと。なんか勝手に逆に。これ僕はあの冗談のつもりで書いてますから、ね、あ、だからまあ相手によるわけですよね。冗談が通じたか通じてないか。あ、かもしれない、はい、僕のヤンバルさんはこうやって受け止める可能性がある。はい、誘拐手を見ろは必要かもしれないですね。はい、弱酸者の戦略、これ僕のことかな。さっきのランチェスターの話の、あ、ランチェスターは弱者の戦略です。はい、はい、LINE である程度会うかどうか確認してからの会うってなりそうと。ああ、そうなんだ。だからまあコミュニケーションとして捉えてるかどうかがまず重要ですよね。だから僕の中ではもう、はい、このパーティーで会って喋ってる時に、はい、僕の良さは伝わってるよねの前提なんですね。はい、前提がダメなんだ。じゃあ前提が何かにもいますよね。もうその良さ伝わってたらちょっと後で LINE するからどっか行こうよって。それはもうそれモテる人戦略ですもん、それ。っていう話じゃないですか。僕その自信ないです。そのなんかこうもういいって前提だであればまあそれですよねっていう。確かに。はい。でいいかどうかが分かんないときはこう探りを入れなきゃいけないみたいなコミュニケーションじゃないですか。どうやって探ります？いや僕初め打とうとしたときに、はい。なんかいい人いたって聞こうとしていて、そんな聞いちゃダメじゃんと思って。はい。元気？お仕事？だから そういうとこじゃないですか。何してたとか。はい。こっから？こっからじゃないですか。で自信あるんだったらもうその場で誘っとけばいいって話じゃないですか。あ、次の、ね、次の日曜ね。はい。はい、あ、だから僕はそれを推奨してますけどね。はい。本当は。はい。あの一通り見て、はい、この子って決めたら、はい、もうその場で約束取れと。はい。今週の日曜日どうとか、はいはい、でまあ後で LINE するからって言っとけばいいんじゃないですか。あ、そうそうそう、はい、それはそれ一番です本当は、はいはい、単純接触で僕のこれだと接触あのいろんな人にいろんな
あの打席に立って判断できるよねとは思って、はい、僕だったらこうするよなと思ったんですけどね、はい、そのまあ、その単純接触回数ってその特定の人と何回会うかみたいな話じゃないですか。はいはいはい、何回手紙を送るかとか、はい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 、何回メールを送るかみたいな、はい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 、はい、まあ僕基本モテないので、はい、こんなことやってるかもしれないですね。あ、焦ってる、焦りが見えますかね一応なんかその 昼で健全だよねで押そうとしてるんですけど、ね、はい、その行きたいかどうかじゃないですかって話ですよね。そのピンクのあれで言ってるのは、行きたくない人から誘われても行かないよねっていうところが前提。ピンクの方出します？ピンクの方、いやでも目面どうか出ましたね恋愛苦手男子の文面が硬い分だとギャンプにはなってないかもですが、硬い方が誠実そうな印象。そうなんですよ、僕は誠実さを推したいんですね、はい、軽くないよ、はい、喋りは軽いかもしれないけど、はい、ビジネス文も打てるよ、はいはい、そうすると逆なんじゃないですかって。あ、見るからに硬そうで硬い文章が来たって話じゃないですかそっか、はい、その誰を誰、まあ、二等兵がターゲットとしてるのは誰かって話ですよね。あの男男子、僕は誰向けに真面目そうな、はい、おとなしい、そうですね、はい、かっこいいんですよ、はい、かっこよくてちゃんと仕事もしてるけど、はい、奥手がゆえに結婚期を逃してきた、はい、そうすると二等兵がモテなかった理由とはまた違う話ですよね。僕がモテなかった理由は何ですかいやいや違う話ですよね自分が成功してきた話とはまた違うのかなっていう。なるほど、はい、でもコミュニケーション LINE でコミュニケーションは難しいよねと思ってるんですよ。はい、それトークが得意だからじゃないですかあ、っていうと僕文面もそこそこやる人間なんですけど、はい、めんどくさい、いや冗談が冗談って伝わりにくいなとは思うんです、テキストだと。そういう感じですもんねこっちはすっごい冗談なのに、はい、そう取ってもらえないっていうのがあって、はい、テキストのコミュニケーションは難しいよねがあるので、はい、合わないよ出した方がいいよねって、はい、僕はなんか会うためのいきなりアポじゃないってとこじゃないですか。まあ覚えてますかから始まってもいいですけど、はい、コメダの二等兵ですねいいかもしれないですけど、はいはいはい、受けますよね、はい、ごめんなさい、はい、でその後こうドンとこうまとまった要件をドンと伝えるんじゃなくて、そういえばこの間こういう話してたけどみたいな、どっか行かないぐらいの感じ、どういうとこが好きみたいなラリーをしましょうって話じゃないですか。がぜん興味が湧きましたで一旦止めてからかなと思いますが、あ、そうそう、あーなるほどね、そこでコミュニケーションを取りましょうって話ですよねなるほど、どう興味持ったのかみたいな、なるほど、あれ面白そうですねとか美味しそうですねとか何か分からないですけど、あ、そんな感じ、はい、そんな感じですっていうふうにコミュニケーションを相手にこうパッとラリーで返した方がいいみたいなことじゃないですか。それが正解です打ってもらえですね球を、はいはい、打ちやすい球を投げる、はいはい、でこう何回かこうやり取りすればアポの成功率も上がるよみたいな、なるほど、はい、だと、まあ、その時に話したやつを調べて、はい、その話題で振る、その話題でなんか思ったことを振るみたいな、振る、はい、どうかと思うよねとかダメですよね、はい、否定はダメじゃないですか。あのそれより NT タイプがよくやりそうな、はい、もっといいものあるよとか、あ、そうそうそう、それはダメですよね、はいはい、昼は健全はね、そのダーウィンに学んだ、はい、恋愛はすべてダーウィンに学んだっていう本を読んだんですけど、はい、基本女性は男性の暴力を恐れている、はい、というのがわーっと書いてあって、僕がいかにセーフティーであるかというのを男性はアピールした方がいいみたいなことが書いてあったんです、はい、だってやっぱりお酒とかよりもお茶、はい、お茶行こうよって、はい、三越のアフタヌーンティーでアフタヌーンティーしようよ、はい、がおしゃれかなとは思ってるんですけどね。まあ相手によるって話じゃないですか。
そこも。なるほど、はい、これギャップにもなるなとは思ってるんです。その、まあ、相手が、まあ、お茶かよってあ、だったら、はい、強い女性もいるわけじゃないですか。いる、はい、はい、だったらまあ乗るしかないですけどね、はい、別に飲みに行ったって別に断るときは断れるみたいな人もいるわけじゃないですか。はい、はい、なるほど、はい、お酒が好き同士は、まあお酒だとね、まあそうなんですけどね、はい、趣味のところにお酒とか書いてあったらお酒まあだったらあの、はい、カルアミルク感動するよねみたいな話からですかね、はい、まあはい、わかんないですけど、あの、あ、名古屋の人間なんですけどヤギ屋のカルアミルク感動しましたよね。いや記憶にはないです。ああそうですか、はい、すいません。テキストはニュアンスの取り方が人それぞれなので本当難しいんですよね、はい、早すぎるというか興味が湧きましたが会うための口実として表に出過ぎありがとうございます、はい、なるほど。 LINE は一問一答形式の方が返し、あ、若い子はそうなのかもしれないですね、はい、テニスですからね、はい、はい、会うためなのは当然なんですけどねと。二等兵は焦りすぎたってことですかね。はい、まあ感覚は古いんじゃないですかそう、 LINE の感覚じゃないみたいな。若い、なるほど、その婚活をするって多分30代とかですよね。なるほど、30代前半とか20代後半とか。そうですね、はい、10個以上下ですね、はい、15以上。そうするともうみんな LINE とかしてんじゃないですか。確かに何の疑問もない LINE の会話なのにここからこうあ、でもこれは、はい、あの僕はこうやってきましたけど、はい、ここの注意を受けることによってより良いものがあの、なんでだろう、同じ鉄を踏まない人が、はい、いや、もしくは、いや俺は打席を増やしたいよ、はい、だったらもうこれでいいわけですもんね、はい、まあ、数打つ、数打つ、はい、はい、酒屋からするとお酒は距離を近づけやすいけど遊びの関係にもなりやすい気がしますと。このなんだろう、内向型の人、奥手の人、はいはい、まあ、ちょっとお酒の力を借りた方がいい かもしれない、はい、受け取る角度の多様性を考えさせられますと。そうなんですよね。よくあの心理学とかでも、はい、なんか通用したり通用しなかったりみたいなのが、あ、 100% 通用するものはなくてみたいな、はいはいはい、その相手によるみたいなところがある、はいはいはい、はい、